ゆっくりドラム講座ステック回しフレーズ。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からロムスカ、トロ、ウル、ラピュタまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。今日はステック回しフレーズを伝授します。そもそもステック回せませんって方は上の動画で覚えましょう。デハ譜面です。右手でタムを叩く、なんと言いますか、原始人っぽいリズムです。こういう右手で頑張ってるフレーズの時に左手でステックを回します。ハイハットがないと寂しいので左足でハイハットを8分音符で踏みます。こういう時はガシガシ踏んだ方がうるさくていいですね。叩きます。で、発音、これもタムを使います。裏打ちにタムを混ぜたってフレーズですね。今回は右手でステックを回します。こっちは右手で叩いた後すぐステックを回さないと間に合わないので、しっかりと練習しましょう。要はアップストロークの応用ですから、こういったところでも基礎能力があると便利ですね。叩きます。伝授しましたが、こういうのは普段使えるかというと、普段使えるようなのはやっぱりこれですね。譜面です。曲の終わりでシンバル連打するとき、いわゆる書き回しのときに使えるかっこよいステック回しフレーズです。書き回しって何ですかって人は上の動画をどうぞ。解説すると、右手で2回叩いてる間に、左手で回して、左手で2回叩いてる間に右手で回す、これですね。叩きます。見た目が派手でいいですね。あとはこういう時にとりあえず回すとかも良いですね。バスドラが四分音符だけって時に回します。叩きます。こういうのよくありますね。要するに上半身が暇な時はとりあえず回しとけば大丈夫です。で、発音、ツーバスが踏めないと叩けませんが派手で良いですね。さっきと一緒で、右で2回叩いてる間に左で回す、左で2回叩いてる間に右で回す、この理論です。それに足を2つつけて6連符にしてます。タドドタドドって感じですね。これはここぞって時に使えます。うっかりリムとか叩いてしまうと格好良さが減るので頑張りましょう。よく目で見て叩く場所を確認するのが大事ですね。叩きます。簡単でしょう。ステックを回すときに大事なのは、普段からオーバーアクションで叩く派手な演奏スタイルにしておくことですね。微動だにしない職人みたいなドラマーがいきなりステック回してもそこだけ異様に浮いてしまいます。フィルインだけむちゃくちゃ頑張るドラマーみたいなものですね。狙ってならいいですが、やっぱりなんかちょっと変です。何事も見た目は大事だし、ステック回しは誰が見てもなんかやってるって思える受けがいい技ですからね。ぜひ取り入れてください。より一層格好良いドラムを叩きたい人はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。それで、はい、いつもの言葉でお別れですね。簡単でしょう、ね、簡単でしょう、ね、簡単でしょう、ね、簡単でしょう、ね。